ナ・リーグ・ドジャース6、5ロッキーズ、2024年9月22日、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平投手、30、が22日、日本時間23日、本拠でのロッキーズ戦に、1番 DH で先発出場。第5打席で2戦ぶりの一発となる今季53号を放った。この一発で2001年の一郎マリナーズ、 が記録した日本選手最多を更新する128得点とした。史上初、50の50を達成した19日のマーリンズ戦から4試合で5発目の大暴れで、両リーグトップに立つヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手、32、22本差に迫った。写真あり、大谷翔平とともにずぶ濡れになるワトソンさん大谷がまたもやってのけた。1点差で迎えた9回の第5打席。 カウント2月1日からのスプリットを捉えると左中間に飛び込む騎士回生の同点弾。ファンは総立ちで大熱狂となった。さらにベッツがサヨナラ弾を放ち、劇的なサヨナラ勝利を収めた。負けていれば4連勝を飾った2位パドレスに2ゲーム差に迫られていた一戦。この危機的状況で大谷、ベッツがバットで重苦しい雰囲気を一気に吹き飛ばした。試合後、スポーツ専門局。 スポーツネット LA のリポーターでドジャース担当を務めるキルステン・ワトソンさんのインタビューに応じたベッツは、この勝利は本当に大きい勝利だ。翔平がこのチームにいてくれて嬉しい。僕はその勢いに乗って打つことができたと大喜びだった。ここでティ・ヘルナンデスがベッツの背後からウォーターシャワーの祝福。しかし、ワトソンさんは名門コロンビア大出身で全米大学体育協会。 NCAA、一部に属するバレーボール部でプレーした元アスリートらしく華麗なステップでこの危機を回避した。大谷が40、40を決めるさよなら満塁弾を放った際の試合後、インタビューでは、T、ヘルナンデスやロハスのウォーターシャワーの祝福を受けた大谷と共に巻き添えになり、全身びしょ濡れになっていた。この場面に SNS では注目が集まり、 ワトソンさんは一度ずぶ濡れになって聞き察知能力がレベルアップしてますな W、すっげーワトソンさんはロタ W、ワトソンさん今日はちゃんと避けられましたね、大谷さんの時で学習したワトソンさんなどのコメントが投稿された。